生です、この動画を始めて2019年3月で2年、まあ、女子力向上のための料理をしなさいっていうのが始まりだったんですけれども、まあその女子力向上とか置いといて料理をしていくうちにですね、徐々に思うわけですよ。一人暮らしってすごい量もめんどくさいし、お皿洗いとかをねできるだけ少なくしたいとか、まあそうやって思うわけなんですけれども、でですね、すごくいいアイテムを見つけたので今回ご紹介したいと思います。こちらです。ででん、無印。これは一人暮らしの人にも持ってこいだし、何よりも主婦の皆様、家庭を持った皆様にも持ってこいのアイテムです。まあ知ってる方もいると思うんですけど、じゃん、耐火皿。耐火皿って読めばいいのかな、この無印の耐火皿。そのまんま直接火にかけても OK だし、レンチンしても OK っていう優れものなので、一人暮らしでこうフライパンで料理してお皿に移すっていう作業がなくなるわけです。すごくない？豚ヒレを生姜ちょっとつけて置いといたやつ、最近はもうずっとこの豚ヒレばっか食べてます。玉ねぎも入れちゃう。先に玉ねぎ入れた方が良かったね。豆苗としめじ。あー絶対ちっちゃかった、この容器。これいつもはフライパンでガシャーンやって食べてるんだけど、で実はもう完成。やばくない？これファンの人がくれた挟むやつ、超便利。暑いからね。はい、完成。ご飯いただきます。で、こうやってお肉と野菜とキノコを焼いただけのものに、私はこの黄金のタレをつけてかけて食べるんですよ。どーん、見えるかしら。あー雑なご飯。まあいいんですけど、でブロッコリーは毎回食べてて、あと納豆ご飯です。これがね、もう3週間くらいずっとこのメニューを食べ続けている。とりあえずいただきます。早速いただきます。うまい。ブロッコリー、うん、うまいね。このね、豚ヒレが美味しいんですよ。焼肉のタレをつけるから、生姜も別にいらないんだけど、私生姜が大好きだから、多分ぶっちゃけ料理うまい人が食べたらこのおかずはすごい味がめちゃくちゃではあると思うんだけど、私はこれが好き。まあ2018年も終わりますね。皆さんにとってどんな年でしたか？私は体調を崩すことが多かったんで、まあついてないなと思う1年ではありましたけれども、無事に今年も YouTube を続けられたことは嬉しかったです。悩んだ時期もありますけれども、なんだろうな、嬉しかった。ありがとうございます。来年はもう29歳なので、29歳だからといってこれといったことはないですが、でもなんか一個思うのは、まだ結婚してなくてよかったなっていうことかな。負け惜しみみたいに聞こえるかもしれないんですけど、最近仕事もできることが増えてきた中で、まだその自分自身に集中できるっていうのはすごいありがたい環境でもあるし、お金を自由に使えるのも独身のうちだしと思ったりね。ごちそうさまでした。あー食った、マジで。恋愛よりも人生の勉強が2019年がしたいと思います。終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。